はい、どうも、テノーラと申します。ワイルドブレイ、ワイルドブレイズじゃなくて、ダブルブレイズの、パクチョーパックで新しく登場する GX ポケモンが、公式ホームページで2種類かな、今日更新されてたんで、ちょっとそちらを見ていこうと思います。で、一応、ポケカ公式チャンネルであるとか、CL 千葉で新しく公開されたカードもいっぱいあるんですけれど、どうせ多分、今週末におそらく、ダブルブレイズのカードリストが全部発表になると思うので、まあ、そのタイミングでまたもう一回見れたらいいかなと思います。今回は新しく、登場した GX ポケモン2種類について、見ていこうかなと思います。で、1枚目が、ダブルブレイズで新しく登場するタッグチームなんですけど、これ初めてですね、アローラポケモンが、タッグチームになるのは、ベトベトン&アローラベトベトン GX。これ名前の欄キチキチすぎてなんかコラ画像に一瞬見えちゃうんだけど、まあ、アロベトと通常のベトベトンが、まあ、タッグチームを組んで登場したと。これ背景すごいいいっすね。で、HP270 の超タイプのタッグチーム GX。で、技を3つ持ってて、まあ、それぞれが、まあ、ベトベトンらしい技というか、毒状態に関係する技を持ってるんですけれど、1つ目がバットポイズン。これはなんか、クロバットとかが持ってる技なんで、まあ、結構、見覚えはある方多いと思うんですけれど、再燃要求で相手のバトルポケモンを毒状態にする。で、この毒で乗せるダメ感の数が8個になるっていう効果ですね。通常って毒状態になると、ポケモンチェックのたびにダメ感が1個ずつ乗ってくんですけれど、このバットポイズンの場合は、ポケモンチェックのたびに、ダメ感が8個乗ると。まあ、なんで実質80ダメージ。で、もう一回相手が毒状態のままバンを返してきたら、ポケモンチェックのたびにさらにプラス8個ダメ感が乗るので、160、240と火力が上がるっていった感じになってますね。で、基本的にポケモンカードってベンチに引っ込むと特殊状態が回復しちゃうので、まあ、いかに相手のポケモンをバトル場に継続してずっと縛り続けて、毒状態を持たせるかっていうのが大事になってくるのかなと。まあ、そんな気がします。まあ、相性のいいカードとしては単純に火力が上がるっていう意味では、なんだったっけな、ハブネークが相性がいいのかなと思います。あいつがいるとそれだけで、毒で乗せるダメ感の数が1個多くなるので、1個多くなるっていうテキストなので、単純にバットポイズンの火力が実質的に上がるって感じですね。あとは相手のポケモンが逃げられないように、悪の覇気を持ったアブソルを置いておくだとか、あとはスタジアムでいくつかあるんですけれど、既存のものだと、うつろな海とかが相性いいかもしれないですね。うつろな海があると、お互いのポケモンが進化しても特殊状態が回復しなくなるので、まあ、相手が進化しても毒状態を引き継ぐことができるようになると、そんな感じになってます。で、もう一つ一応相性がいいスタジアムっていうことで紹介されてるやつがあるので、それもこのアロベトの後に見てみようかなと思います。で、真ん中の技が毒しゃぶり。これもまあ上の技とすごい噛み合ってるんですけれど、4N で120ダメージ、火力が抑えめな代わりに相手のバトルポケモンが毒状態だったらこのポケモンの HP を100回復することができるっていう技ですね。まあ、単純にバットポイズン打った次の返しの場合に相手のポケモンが入れ替えられなかったら相手のポケモンが毒状態継続しているので、そのポケモンを倒しつつ自分は HP100 回復するっていったゲートが可能になるのかなと。まあ、相手が毒状態じゃなかったとしても、一応他のカードでサポートしてやることで能動的に相手を毒にして回復させることは可能で、例えばこの間出た今日の罠であるとか、あれ使うと相手のポケモン毒と、混乱だったかなになるのであれで回復できますし、あとはなんだっけ、ホットポイズンっていう特性を持ったエンニュートが昔出ましたよね。それで毒にしてもいいと思いますし、あとこいつに毒針を持たせておくのもいいかなと思います。攻撃してきたら相手が強制的に毒になるんで、返しの番毒しゃぶりで確定で回復できるみたいな。で、GX 技がベトベトミックス GX。これ一応 0N で打てるんですね。なんかアローラのポケモンの技も若干引き継いでる感があるんですけど、相手のバトルポケモンを毒と麻痺にする。で、追加でエネルギーが4個ついてたら、この毒で乗せるダメ感の数が15個になるっていう効果なんですけど、まあ、バッドボーイズンと比べて、毒にプラスして麻痺状態にもできるので、より相手のポケモンが逃げられない可能性が高まるっていったところはいいのかなと思います。で、追加でエネルギー4個なんで、まあ、毒しゃぶりと同じ要求エネなんですけれど、まあ、これ4つついてたら、ポケモンチェックのたびにダメ感が15個乗るので、まあ、行って帰ってくるだけで300ダメージっていう。少なくとも相手に150ダメージは実質与えることができるので、まあ、最低限の火力も保証されてるって感じですね。まあ、なんで一応こいつを活躍させようと思うと、いかに相手のポケモンをベンチに下げさせないかっていうのが重要になると思うんですけど、一応こいつの技と相性がいいスタジアムが新しく登場してて、それがダストアイランドですね。まあ、いかにもアロベトと合わせて使ってくれみたいなカードなんですけど、お互いのプレイヤーが自分の毒のバトルポケモンをトレーナーズの効果でベンチと入れ替えたとき、新しく出てきたポケモンがその毒を引き継ぐ。で、毒で乗せるダメ感の数が増えてるならその数も引き継ぐっていった感じですかね。まあ、なんでこのスタジアムを張ってやった状態でこのバッドポイズンを使えば、相手が穴抜けの紐、ポケモン入れ替え、グズマとかを使ってベンチにポケモンを引っ込めたとしても、新しく出てきたポケモンがその毒を受け継いでしまうっていう感じになってます。
まあなんで相手を毒状態ではめることができるっていった感じになってますね。ただ相手が普通にエネルギー切って逃げた場合は、その毒の状態引き継がないので、まあそこはちょっと注意って感じですね。まあなんでそこはアブソルで補助してやったりとか、そういったことが重要になるのかなと思います。でまあただこのベトベトンのタッグチームを完封できるカードがあるんですよね。まあコバルオン GX なんですけれど。一応このベトベトに対してはこのコバルオン GX がまあ最強の対策カードであると、まあ、使われるかどうかはさておきですけど、両方とも。で、2枚目の GX で、これがおそらく今日初公開になった GX で、すごいツイッターでもさっき騒がれてたんですけれど、ドンカラスが GX ポケモンで登場するみたいですね。で、こいつが持ってる特性がすごい強くて、夜の支配者っていう効果なんですけど、こいつがバトル場にいる限り相手は手札からポケモンの道具特殊エネルギースタジアムを出すことができないっていう効果ですね。まあ昔からやってらっしゃる方だったら結構馴染みがあるんですけど、カオスウィール再来っていった感じですね。SM だとムーマージ、XY だとなんかギラティナとかが持ってる技だったかな。それより以前は僕やってないんでわかんないんですけど、まあ例えばポケモンの道具が貼れなくなるとエスケープボードをジラーチとかにつけることができなくなるので、ジラーチが特性使って逃げられなくなったりするとか、であと特殊エネルギーだとダブル無色エネルギーとかがまあ一番手っ取り早いのだと貼れなくなるので、例えば僕が使ってるルガゾロだとダブル無色エネルギーもユニットエネルギーも貼れなくなってしまうと。まあこのドンカラス1枚だけでルガゾロは止まんないと思いますけど、であとスタジアムが出せないってのも強いですね。自分のスタジアムを一方的に場に残すことができるので、悪タイプだと例えばブラックマーケット、プリズムスターとか貼っとくと相手の張り替えによる破壊を防ぐことができるっていったところもいいですよね。まあなんで相手はまずこのドンカラスをベンチに引っ込めさせないと、自分の思った動きができなくなる状況っていうのが発生するんじゃないかなと思います。で、技が2つあって、フェザーストーム。これが3エネ90ダメージ。ニコ玉対応してるのいいですね。なんかグレイシアみたいなんですけど。90ダメージで、相手のベンチのポケモン GX、EX2 匹にもそれぞれ30ダメージを与えることができると。まあ2体にばらまける代わりに、進化前の種ポケモンとは枯れないっていったところは注意なのかなと思います。で、あと GX 技、アンフェア GX。これ、いやらしいですよね。ニコ玉で打てるんですけど、相手の手札を見て、その中にあるカードを2枚トラッシュするんですよ。まあ、ピーピングハンデスを2枚打てるって考えるとめちゃくちゃ強いんですけれど。まあ、例えば、ジャッジマンとかマーシャドウで相手の手札4枚にしてやった後に、このアンフェア GX で相手の手札の必要なパーツを引っこ抜いてやることで簡易的なロックを発生させたりとか、そういった動きが可能になるのかなと思います。ただ、この妨害が、高校1段目とかに、決まるカードが出たんですよ。でそれ闇の石なんですけど、自分の場にムーマージ、ドンカラス、シャンデラ、ギルガルド、カッコ GX を含むに進化できるポケモンがいるなら、その進化カードを山札から1枚選んで、そのポケモンに乗せて進化させることができますよっていう効果なんですけど、しかもこれ、最初の自分の番とか出したばかりのポケモンにも使えるので、先行とか後攻1段目にもドンカラス場に用意できちゃうんですよね。まあなんで自分が先行だった場合は先行1段目にドンカラス出して、この簡易ロック発生させることもできますし、で自分が後攻だったら後攻1段目からジャッジもマーシャで流してアンフェア GX で相手の動き止めるみたいな動きも可能になるっていうのは、まあだいぶ凶悪かなっていうような気がします。ポケモンカードさせるって感じするんですけど。まあただこの闇の石のテキスト的に、ドンカラス以外のムーマージ、シャンデラ、ギルガルドに関しても、今後 GX が登場するような布石に思えなくもないんですよね。まあこの3種類の GX ポケモンも今後出る可能性があるので、まあそこもちょっと楽しみにしておこうと思います。ただこれなんか書き方がすごい、なんか原作やっててどのポケモンがどのポケモンに進化するかっていうのを知ってる前提のテキストなんで、すごいふわふわしてるなって気がするんですけど、なんか自分の場のムーマ闇カラス、なんだっけ、人もし、人月から進化するポケモンみたいなテキストの方が良かった説は否めないですけどね。まあそこは開発の人が何かしら意図があるのか、まあ単純にペースが早すぎてそこまでケアができてなかったのかわかんないんですけど、まあとりあえず強力なサポートグッズが出ますよって感じです。あともう一枚、一応チャンピオンズリーグ千葉の公式生放送の最中に、怪力&マーシャドウ GX とかのトータイプのタッグチームと、あとその他に基本とエネルギーがついてるポケモンの火力が上がる強力なスタジアムとか公開されてたんですけれど、一応それがニコ生でチラッと出ただけで、鮮明な画像がまだ出てないので、またそれはリストが公開されたらちょっと見ようかなとは思います。まあおそらく、今までの流れでいくと、今週末に、ダブルブレイズのカードリストが全部発表になると思うので、そしたらまたそのタイミングでちょっと動画内で皆さんと一緒にカードを見てみようと思いますので、まあその時はまたよろしくお願いいたします。なんか今回紹介したカード2枚ともベトベトンといい、ドンカラスといい、なんかまともに殴り合う気がないんだよな。なんかとりあえず相手の妨害して、なんか殴り殺すみたいな、そういうカードに思えなくもないですけど、まあこういう戦略が取れるのも各シリーズ後半のいいところっちゃいいところですよね。まあいろいろな戦略が取れるのでまた大変だなって気もするんですけど、楽しみのような気もしてます。関係ないですけど、また3月1日にデッキビルドボックス出るみたいですね。今まで大会とかで使われてた強力なカードが軒並み再録されるみたいなんで、それも公式ホームページに詳細に載ってるんで、よかったらぜひ見てみるといいかなと思います。
それじゃあ今日はこの辺で、また次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。